住宅ローンアナリスト、もげさわことモゲチェック塩澤です。本日はですね、スペシャルゲストの皆さんにお越しいただいてます。こちらのお三方ですね、東京不動産マニアの藤田さん、高田さん、そして稲垣さんです。イエーイ。東京不動産マニアの YouTube チャンネルでコラボさせていただきましたけれども、そのコラボ第2弾ということで、不動産のプロの皆さんにお話をお伺いしたいなと思っておりますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。FG リアルティという会社をやってます。あと富士藤田という名前で、湾岸エリアを中心に仲介の活動をしてます。東京不動産マニアの高田和弘と申します。一新エステートという会社を経営してまして、恵比寿を拠点に持って恵比寿周りのですね仕事と、東京都心のですね不動産の売買、仲介、賃貸をやらせてもらってます。よろしくお願いします。キズナファクトリーの稲垣と申します。立て付け上品川田町エリアの担当なんですが、会社は西新宿です。よろしくお願いします。各々のエリアのスペシャリストにですねお越しいただいて、私でいつも住宅ローンの話をするんですけれども、やっぱりその住宅ローンって家を買うためのツールじゃないですか。なのでやっぱり目的となるその不動産、年収ごとにですねどういったエリアがおすすめなのかっていうところをぜひですねちょっと今日お伺いしたいなと思っています。まず年収っていうところなんですけれども、まあ、最近ね不動産価格ガーッと上がってるから、この年収で買えるところがあるかっていうのがちょっと心配なんですけれども、例えばですけれども年収700万円の人がいますといった時に、どこのエリアをおすすめしますか。700万円で年収の倍率を7倍で見た時だと4900万円なので、はい、ってなってくると、例えば55平米17坪になるんですね、はい、そうすると坪単価が300万ちょっと切ってくる形になるんですね、はいはい、都心部の築浅のマンションに関しては非現実的なので、私としてはイノベーションマンションがおすすめかなと思っています。ベターなので言うと新耐震基準なんですけど、うん、それよりも立地を優先されて、うん、港区はちょっと難しいので品川区であったりとか大田区とか、こういったところのイノベーションマンションでしたら予算が届くのかなと。例えば品川区だと、はい、どういった例えば、はい、そういったそのリノベーションってあり得るんですか。中延とか五反田からちょっと沿線で大田区寄りに行ったところとか、はいはいはい、この辺だったら現実的にあるかなと思います。大井町とかこの辺にはちょっと届かないかなっていう予算ですね、まあ、あと世田谷区とか杉並区、中野区、この辺とかだったらいけるかな。一応探せばあるっていう感じ。探せばありますっていうことですね。ただどっかを妥協しないと、年収700万円で都内23区だとちょっと厳しいっていう、はい、そうですね。なるほど、はい、他なんかおすすめエリアとかあったりしますか。私よろしいですか、はいはい、今私は湾岸エリアを主におすすめすることが多いんですが、700万円だと背が届きづらいというところがありまして、ただそういった超人気エリアの近くで一つエリアを外せばまだ安く買える場所っていうのは残ってまして、例えば南砂町とか東洋町とか、はいはいはい、その辺で築20年くらいのマンションであれば、5年中700万で長期ローンなんか使いながらちょっと桁を履けば6000万ぐらいまでいけると思うので、うんうんうん、これからまだ再開発の余地があって資産性もある程度望めるエリアでそれなりのマンションを買うことができます。南砂町とか東洋町とかあたりって再開発とか計画あったりするんですか。ちょうど最近発表されたのがゴールドクレストさんが南砂町駅前で結構大規模な新築マンションを建てるんですよ。あ、そうなんですか。なので結構ざわついてましてですね、これから目玉砂町来るんじゃないかみたいな言われてまして、結構チャンスかなと。私は実家がその辺なんですけど住吉が実家なんですけど、はいはい、豊住線の延伸もありますので、うん、いいエリアじゃないかな。なるほど、今後は期待できそうというところ、はい、もっと言うと今出てた東西線よりも都営新宿線、大島とかあっちの方がさらに安くなるので、うん、品質のいいマンションいっぱいあります。僕だったらですけど横浜とか大宮とかまで行って、そこから駅徒歩10分圏内のマンションを狙っていく方が経済合理性はある気がしますかね。なるほど、もうあえても東京じゃないと、はい、もうちょっとずらして、うん、そう、最近中距離都市圏みたいなところで注目を集めていると思うので、横浜とか大宮とかが東京の値動きに連動するエリアだったりするので、はい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 、東京が値上がっているっていうのの恩恵を受けやすい場所だったりしますし、都心まで電車で30分みたいなエリアだと思うので、うんうんうん、そういうところで買われるっていうのも一つの選択肢だと思いますね。荒川を越えろっていうことですね。荒川を越えろ誰かが言ってましたけどそれぞれの荒川を越えろ多摩川を越えろ横浜の方は多摩川なんでだいぶ抵抗あるみたいですけどね。ただでも超えた分安くなるってことです。そうですね。ご覧になってる皆さんですね、ほとんど買えないんじゃないかなっていうふうに思われてるかもしれませんけども、探せばあるっていうことなので、ぜひしっかりとご覧いただいて、もしご相談も受けていただけるですかね。もちろんです、はい、なので、概要欄にですねリンク貼り付けておきますので、よろしければお問い合わせいただければと思います。住宅ローンをどの銀行にしようか迷ってるあなた、住宅ローン一括比較はモグチェック。全国のネット銀行、メガバンク、地方銀行からお得な住宅ローンを選べます。なんと、モゲチェック限定優遇金利まであるんです。詳しくは概要欄をチェック。
年収700万円お聞きしましたと、次に年収1000万円の方であればどういったエリアをお勧めしますか。最近 MG 保証っていう保証会社が力を伸ばしてきていて、年収倍率で10倍近くまで借りれたりするので、はいはい、そうすると、まあ、1億円ぐらいまで伸ばせるじゃないですか、はい、例えばですけど渋谷の丸山町とか、まあ、ちょっと治安的にどうなんだみたいな場所とかでも、はい、実は坪450とか、はい、坪500近くぐらいで中古マンションって出たりするので、渋谷のど真ん中ってことですか。そうです、渋谷のど真ん中っていうところでも55平米ぐらいで 2LDK とかが出たりするんで、ちょっと内装を自分で手入れなきゃいけなかったりするぐらいなんですけど、渋谷区でも十分1億いないっていうところであれば購入していけると思いますんで、 3L になるとちょっと厳しいんですけど。なるほどね、まあ、やっぱり 2L ぐらいっていうところが、はい、5年収支もあれば湾岸タワーマンション買えますか。お、来ました。全然いきます。全然いきます。指導目有明エリアが主になるんですが、はいはい、8000万9000万くらいまでご予算であれば、はい、それなりまだ築浅のタワーマンションなんかも狙えますし、築年数が20年ぐらいでも良ければ7000万台のもまだあったりしますから、はい、やっぱり資産性供述のバランスで言うとですね、どうしてもやっぱおすすめします、ね、広いですか。7000万だとやっぱり60平米くらいになってしまいますけど、9000万で70平米弱とかは全然まだ買えます。じゃあ 3L もいける可能性。いけます、いけます。 3L 買えます。そういう意味で湾岸でも豊洲とかメインよりもちょっと離れた感じになるんですかね、下野目とか有明っていう、はい、豊洲より下野目や有明のがまだ安いので、それらは狙いやすいかなと思います。ちょっと補足するとですね、下野目ってずっと値段が落ち着いていたんですよ、はいはい、っていうのがこうどん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 勝ち時とか月島から値上がりの波が押し寄せてきていて、はいはい、豊洲まで到達して豊洲の次有明が上がって、で最後下野目だったんです。もう上がり始めちゃってて、あ、はい、今藤田さんからせっかくお話いただいたんですけど、今しか買えないかもしれない。めちゃくちゃ上がっちゃってここ 2,3 ヶ月。そうなんですね。っていうのを東京不動産マニアの中でお話をしていたんです。これから上がるよっていう。昔は70平米で全然7000万買えました、はい、今もうないですね。やっぱりインフレの波っていうのが押し寄せてる感じですよね、うん、特徴的なお話をすると地域ナンバーワン物件が先に上がるんですよ、うんうん、篠の目でいうとパークター篠の目っていう物件なんですけど、これがボンと値上がりして、で周辺が釣られてダブルコンフォートターズ、ビーコンターレジです、この辺がまた今バーッと上がってきてる状況なんで、今買えば間に合うっていう。なるほど、はい、ギリギリっていうことですよね。続いてちょっと年収帯が上がるんですけれども、はい、年収2000万円、こういったお客さんが来たらどこをおすすめします。フランズタートです。お、ドゥトゥール。ドゥトゥール。どうですか高田さんは。僕は港区行きましょうっていう計算したんですけど、年収倍率8でも坪760とかなんですよ。そうすると港主要部が届かなくなるんで、はい、まあ、港湾岸になる。品川がいいですね、絶対。そうですね、うん、そうすると地区フルになってきてコスモポリスとかになっちゃうんで、はい、プラドタシバラとか届かないよという絶妙な金額帯です、うん、勝ち時がいいです、やっぱり。そうですね、勝ち時ですね。勝ち時だといけるんですか。全然いけます。パークタワー勝ち時とかなんかすごくなっちゃってるじゃないですか。パークタワー勝ち時はきついかもしれないさっきお話した地域ナンバー物件なんですよ、はいはい、一気にドーンって上がっちゃって、ええ、周辺はまだそこまで上がらないんですよ、ね、勝時座タワーとか、はい、ザ東京タワーとか、はい、ドゥドゥールとか、はいはい、その辺は5年収2000万あれば十分買います。いけるんです、ね、全然買えます。なるほど、まあ、面白いですね。やっぱりそんなナンバーワンとそれ以外っていうところで全然やっぱりこう格差っていうのが大きいんですね。大きいです。あと浜松町でいうとローレルタワールネ浜松町、ここは東向きがもうウォーターフロントなんでめちゃくちゃオーシャンビューなんですけど、これまだ坪600万円ぐらいで買えるんで今の予算だと届く感じですね。周辺の物件だと坪800万ぐらいいってるんでまだ値上がりするかもしれない。おすすめです。大井町とかあっちの方はどうですか。再開発とか来てるじゃないですか。人気ですよ。年収1000だと結構厳しいですか。でも2000だったらブリリアタワーとかいけますね、うん、めちゃめちゃいいマンションあります、うん、大井町はジャストフィットかもしれないですね、うん、日本橋周辺もそうですけど、うん、好きな方は本当好きですからね、はい、交通利便性がやっぱり比類なきというか、はい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 、すごいいいので、はい、その代わり眺望があんまりないんです、日本橋周辺のマンションって。あ、確かにビルがわーっと同じぐらいの高さが、なので抜け感のある眺望を探してる方は日本橋周辺というのは難しいんですが、そこの眺望こだわらない方は日本橋全然ありです。広さが足んないかもしれないですけど、日本橋周辺だとほぼ 2L なんですよ。 3L がほぼ供給がないんで、 3LDK とか70平米みたいな話になるとやっぱり湾岸に移っていただいて、リンクスとか単身とか子供1人ぐらいまでだと日本橋周辺とかでもめちゃめちゃいいですね。日本橋でいうと水天宮前飛び越えて清澄白河ですね。やっぱ清澄白河がエリア上で言ったら豊洲
あたりに挟まれてるんですよ、うん、でもこの2つが坪700万円だとするとここに挟まれてるんですけどまだ500万円台ぐらいなんですよ。これぐらいでしたっけ、はい、そうなんですよ。やたら安いんですよ。理由はあるんですか。他のエリアの人気が高すぎてあんまりそっちに向いてないっていうのと、もうタワーでいうと3個しかないので数が少ないっていうのはあるかもしれない、うん、まあ、豊洲で言ったら十何棟とかあるんで、はいはいはい、で比べると数が少ないというところですかね。供給が少ないと逆に値上がりしやすいのかなっていうふうに思うんですけども、そうでもないこともあるってことなんですか。供給が少ないっていうところとプラスアルファ需要がどれだけあるかっていうバランスだと思うんですけど、フォーカスが当たってないという、はい、やっぱりどうしても江東区だと湾岸エリアに集中しちゃうので、さっきの日本橋もそうですけど勝ち時とか月島とかと比べると注目度はやっぱ低い。でも当然高いですけど、やっぱり新築が建つか再開発があるかっていうのは大きいですよね、うん、新築建つエリアは伸びるんですよね。逆に言うと今そこまで地価が上がってないけれども再開発が予定されているようなところっていうのは逆に狙い目だっていうことですよね。そのお話で言うと直近の例で品川なんですけど、うん、15年ぶりにリビオター品川という物件がツイッターでも人気、そうですね、僕はあのリビオター品川の話ばっかりしてるんですけど買いなんですか。まあ買いだと思います、まあ、結論から言うと15年ぶりなので相場としてはちょっと上がってるもののぐっと上がってなかったです、はい、リビオター品川が決まった途端に1年ぐらいでだいぶ値段が上がってきたというところがあって、やっぱ新築の供給っていうのが価格上昇のトリガーになるんだなっていうのがよく現れた事例だったですね、うん、お話聞いてるとやっぱり湾岸とかあとその京浜東北線の沿線が人気なイメージがあって、いいとこだったら新宿とあと笹塚の間とかは新宿の駅周りが綺麗になっていくのと渋谷笹塚が他にも開発あるじゃないですか、その周辺に、はい、だから新宿エリアってこれ結構穴場なんですよ。これから新宿の西側が上がってくるだろうなっていうふうに思ってますね。あと他の沿線との乗り換えがちょっと悪いんですよ。そこのネックだけもうちょっと改善してくれて駅ビルの中でこううまく連結してくれるみたいな話になったら京王線沿線とかこれから熱いんじゃないかなっていうふうに思ってますね、はい、なるほど。めっちゃ忘れてたんですけど、はい、東池袋がありましたね。そのボリュームだと何がいいかって価格上がりそうとか、まあ、そういうところは置いといて、はい、西口の再開発があって池袋はどんどん良くなると、はい、これは消滅予定都市みたいに設定されちゃったのでそれを見返して行政が頑張ったみたいな結果なんですけ ど、東池袋のタワーマンションって全部駅直結なんですよ、地下で。要はマンションの品質がすごい高い。これは坪750ぐらいで買えるんで、はい、生活の利便性と資産性とってバランスですごくいいと思います。池袋が便利なのか好きなのかってところはもちろん要素として重要ですけど、池袋便利ですよね。便利です、めちゃくちゃ便利だと、うん、ただ東池袋と池袋の間の地下通路が長いんですよ。ちょっと歩く結構歩きますね。とでもね走ったりしますね。そうですね、面白いエリアですよね、はい、東池袋と有楽町線になっちゃうけど、うん、みんな池袋から降りてその一駅分歩いて帰ってくるみたいな、そこの徒歩をどう考えるかですね。なるほど、はい、だいぶ池袋のイメージ良くなりましたよね。良くなりましたね。めっちゃ雰囲気いいっすよ。良くなりましたね。めちゃくちゃいいっすよ。家族で行ったことあって、はいはい、すごく開けてていいなと思いました、うん、もうちょっと駅の外に出てくれるといいですよね。人が駅袋って言われるらしいですよ。駅の中からみんな出てこないから入れちゃってそれが外に出てくるような都市づくりみたいなのを区が主導してやってくれてるんで、居住快適性みたいなところはすごく上がってきましたよね、はい、昔は保育園問題のど真ん中にいた区だったので解消されてますし、子育ての街になりましたから、ね、なるほど、うん、池袋愛がすごいですよ。いつもなく頭にはということで今日はですね、年収別のおすすめエリアっていうところで3人のプロの方にたっぷりとお話しいただきましたということで、ご覧になっている方でですね、自分だったらこれぐらいの予算でこういったところがあるかなっていうちょっとヒントになったかなと思いますので、ぜひご意見をですね参考にして物件選びされていただいて、でもしちょっとこれ相談したいっていう方はぜひこのお三方ですね、信頼を受ける方ですので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。もげもげ。本日の動画いかがでしたか？ぜひモゲチェックの住宅ローン比較診断サービス試してみてください。このように情報を入力すればお得な銀行の金利条件と有償認確率を確認できます。メッセージ相談もできます。これ全部無料なんです。そしてなんとモゲチェック限定の優遇金利も、これは申し込まないと損です。リンクと解説動画は概要欄をどうぞ。それではまたお会いしましょう。モゲモゲ。